はい。皆さん、こんにちは。ゆかです。今日は JLPT N3 のクラスです。よろしくお願いします。文法テストをしていきましょう。文法テストをしながらいくつかの文法を紹介したいと思います。では、早速始めよう。はい。じゃあ、まず最初はこれ見てください。はい。皆さん、この物語、本、読んだことがありますかここに男の子がいますね。そしてこれは狼。 この動物の名前は狼、種類ね。はい。狼は犬のもっと大きいバージョンで山とかにいます。ちょっと怖いですね。はい。男の子が、狼が来たーって叫んでます。村の人ですね。村人。はい。狼少年と、今村人もいましたね。村人、村の人。 はい狼少年が狼が来た狼が来たと言ったとき村人はあの少年何々またいつもの嘘だよと言いましたはいこのカッコに入る言葉ね選んでください1と言っても2だからと言って3のことだから4の割に はい、5秒でいきようを選んでください。はいいいかな正解はね3番の「のことだから」です。のことだからこれは「何々のことだから」という文型ではいよく知っている人についてその人のすることとかいうことを予測するときに使います。 予測はゲスね。うん。あ、彼は多分こうするな。私は彼のことを知っているからわかるっていう時に使います。例えば、この村の人は狼少年のことを知っています。なぜ何回も何回も嘘をつきましたよね。はい。この物語、知っている人はわかると思いますが、 何度も狼が来たって嘘をついて村の人を心配させました。でも今は本当に狼が来たね。はい。だけど村の人はもう信じられない。あ、たくさん狼少年は嘘ついたから。また彼のことだから。彼が言っているからまたいつもの嘘だよと言っています。いいかな はい、これが何々のことだからです。はい、じゃあ皆さん、ちょっと文を考えてみましょう。日本語を教えるのが大好きなゆか先生のことだから、何ですかね。うん例えば、今も仕事をしているだろう、してますよね。はい、いいですね。じゃあ次いくよ。 次はね、見てください。かわいい、かわいい、しばくん。しばくんね、今寝てないです。考えてます。は考えてます。何を考えてるのかなこれ。おー、いいですね。桜。はい、じゃあみんなクイズ。日本の春、何々、やっぱり桜でしょうってしばくんが言った。はい。1と言って。2と言えば。3と言うなら。 4というと、はい。正しい形はどれはい、いくよ。正解は、ドルティン。というと、です。というと、何々というとのコンディショナルフォームね。はい、じゃあ見てみましょう。何々というと、何々といえば、何々と言ったら、これを思うっていうこと。はい。 この言葉を聞くと、これを思います。これが有名だからとか好きだからっていう意味ね。はい。じゃあ、これ。このーー、と、ば、たら、どれを使っても OK。はい。だから、と言っては違う。と、い、え、ばでしたよね。化けは、え、言えば。というなら、ならはダメでした。とか、ば、か、たら。だったから。 正解は4のとい,うと、ねい,いかなはい、じゃあ皆なさんはい日本の有名な観光地といったらふわ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 何が頭に浮かぶ私はやっぱり京都かな京都大好きはい OK じゃあ次いくよ次はね見てくださいはい 新しい上司です。上司、ボスね。どうですかこの新しい上司。優しそう怖そう厳しそう厳しそうですよね。はい。でね、新しい上司がこの会社に来てから、同僚が次々会社を辞めていった。いい厳しすぎるんだね。多分ね。はい。そこで、私の仕事は、見てください。今の私の仕事。 もう仕事の山です。大変。はい。じゃここでクイズ。同僚が次々辞めたので、仕事は何々一方だ。はい。正しい形を選んでください。1、忙しくなる。2、忙しくなり。3、忙しくなって。4、忙しくなって。 たはい正解はどれかなどの形が正しいはい正解はねみんな忙しくなる忙しくなる一方だですはいディクショナリフォーム辞書形を使ってください動詞の辞書形プラス一方だで何か変わることチェンジすることが一つの方向ワンディレクションにだけ 進む様子を表します大きくなったり小さくなったり一つのディレクションにだけ進みます。いいかな例えばじゃあ皆さんはい日本語の授業は何々一方だどうですか何かこう変わるものを教えてください。日本語の授業は何々一方だはい私のゴールはね皆さん 皆さんがは、日本語の授業は楽しくなる一方だもう。もっともっと楽しい。いつももっともっと楽しいって思う。これが私の目標です。でも、日本語の授業は難しくなる一方だって思う人も多分いるよね。はい。OK、いいかな。これが何々一方だ。はい。じゃあ次。今日は何曜日うん。みんな大好き、日曜日。はい。 今日はね、休日です。休みの日ね。はい。だからもう今日休日だから朝は好きな時間に起きて一日だらだらするつもりいいね。はい。ああ、しいな。何も心配しなくていい。何も考えなくていい。今週忙しかったからもう今日は一日だらだらする。だらだらするっていうのはもう何もしないでもゆっくりするみたいな感じね。 はいそこでみんなええ誰,誰だと思いますか皆さんか会社だ、はい、あ田中さん申し訳ないんだけど今日数時間出勤してもらえないかな出勤は仕事に出るってことね会社に出るがーん はいクイズ上司から呼び出しの電話が何々ため日曜だが仕事に行かなければいけないはい正しい形はどれだと思いますかあるありあってあったはいこれはねみんなあったためです。 あった呼び出し来てくださいっていう呼び出しの電話はもうあったので過去形の竹を使ってください。はい何々ためとか何々ためにとか何々ためですっていうのも OK です。はい、ショートフォームを使います。いいさっきのはもうあったからためですね。はいそれから形容詞も名詞も OK。いいかな意味は何々から。 とか何々のは何々からだという意味になりますはいじゃあ例えば社長の体調が悪いためどんなことが考えられますかはい今日ちょっと社長が病気です社長の体調が悪いため,ためはからねはい例えば会議は延期されたもっと先になった今日じゃなくなったってことね はい。じゃあ次いくよ。はい。今度は会社で、上司かな社長が、明日のセミナーは B さんが来るのと質問しています。そこで B さんが、これ B さんね。B さんが、はい。私が、なんて言うかな。参ります。いらっしゃいます。いたします。ございます。 はい、正しいのはどれ皆さんはい、その通り、正しいのは参りますです。参ります。私が行きますってことですね。いいかないらっしゃいますわ、オノリフィックね。OK、じゃあもう一個行こう。はい。 ティファニーちゃんです。ティファニーちゃんが学校ですかね。で、その後、タタタタン、タタタタン。はい。田中さんとティファニーちゃんが話しています。田中さんが、ティファニーさんは留学生ふん日本へ来たんですかティファニー。はい、そうです。その後結婚して、そのまま日本に住んでいます。 はい、みなさん、これは、留学生によって、にとって、として、襲って、正しいのはどれはい、正解は、としてです。何々としてっていうのは、あずとか、このポジションでっていうこと。このポジションで。留学生っていうポジションで日本へ来ました。その後、結婚して、 そのまま日本に住んでいます。国に帰らないでそのまま住んでいますね。はい。まず留学生として、留学生として、留学生っていうポジションで来ました。タイトルで来ました。その後、結婚してそのまま日本にいます。何々としてです。いいかなはい。 じゃあ今日はたくさんカバーしましたが、今日の文法のクラスはここまで。皆さんどうでしたか勉強になったよ、良かったよっていう人、いいねボタンを忘れないで。それからコメントもぜひぜひお待ちしています。皆さんのコメント、いいねがえ私のモチベーションも本当にいつもありがとうございます。はい。では皆さん、今週も元気に過ごしてください。また次のクラスで会いましょう。